今日は皆さんにマレー語のとてもっていう単語を教えるで。Yo! What's going on, 日本？ニックやで。日本語では記憶上表すときにとてもまたはすごくまたはすぎるっていう単語で表すことができるかと思いますけど、例えば大きいという形容詞に対してとてもという単語を前に乗せますよね。とても大きいとかすごく大きいとか、すぎるの場合は後ろの方につけますよね。大きすぎますとかっていう風に表現することができるかと思います。実はマレー語でもとてもまたはすぎるに当てはまる単語があります。早速見ていきましょう。3月っていうのはとてもまたはすごくという意味があります。すさっていうのは難しいという意味があります。3月、とても難しいという意味になりますね。強調したい形容詞の前にその3月っていう単語をつければ強調することができます。または過ぎるの場合はこういうふうに言います。すさ3月。さっきと反対で3月が形容詞の後ろに来ます。すさ3月、難しすぎると表現することができます。だがしかしこの3月使ったこのように表現するのはとても不自然です。だいたい3月を使うときにはフル文章で表現することが多いです。キュープルビックはこのルビックキューブのことなんですけど、イニっていうのはこれという意味があります。キュープルビックイニ3月さ、このルビックキューブはとても難しいです、というふうに表現するのはより自然です。難しすぎるの場合はこういうふうに表現します。キュープルビックイニスササンガラ、このルビックキューブは難しすぎるでという意味になりますね。だがしかしこんなにフル文章で表現するのはなかなかめんどくさいんですよね。もちろん皆さんも短く形容詞ともう一つの言葉でくっつけて表現できればいいなと思ってるかと思います。もちろんマレー語でそれを表現することができるで。日本語ではめっちゃっていう言葉があるかと思いますけど、もちろんこれに当てはまるマレー語もあります。早速見ていきましょう。ギラスサっていうのはクレイジーという意味があります。ギラスサっていうとめっちゃ難しいという意味になりますね。すぎるを表現したい場合はこのふうに表現します。スサギラ、形容詞の裏にギラをつけるだけですね。これでスサギラ、難しすぎるという意味になります。このギラという単語以外にもこういう風に表現する人も多いです。バッパっていうのは父またはお父さんという意味があります。これもギラと同様に形容詞の前につけます。バッパスサ、めっちゃ難しいという意味になりますね。難しすぎるを表現したい時には後ろにつけます。この風にね、スサバッパ。このバッパとかギラとかという単語とかはかなりラフな表現でスラングに近い言葉なんですけど、スピーチとかの中にはぜひ使わない方がいいかと思います。3月使った方が上品に表現することができます。会話中の中だったら全然ギラとかパッパっていう風に表現するのも失礼でもおかしくもないかと思います。いやー、どうでしたか皆さん。ぜひ皆さんもね、今日勉強した新しいマレー語を会話の中でどんどん使ってみてください。意外とね、よりスラングの言葉使えば使うほどね、現地の人と仲良くなれるかと私は思います。というわけで今日のレッスンはこの辺しておきます。また会いましょう。以上、リカタでバイ。最後にもう一遍やで。3月さ、キュープルビイニ3月さ、キュープルビイニスサ3月ラ、ギラスサ、スサギラ、バッパスサ、スサバッパ。